では皆さんこんにちは、料理人の木梨です。今日はね、なんかタチウオのすごい立派な切り身があったんで、タチウオの湯葉揚げ、干し湯葉ってありますから、その干し湯葉つけてね、揚げて、で今日はね、カニがちょっと入った、野菜とカニの半かげでね、まあ、それで、食べようかなと思います。今日もよろしくお願いします。それでは材料をね、紹介します。今日タチウオ、これね、すごい大きな身なんですね。これ片身なんですね。これですから3倍におろして4つに切りましたけど、これ一切れです。で、あとこの干し湯葉ね、干し湯葉もこうやってあの手でこう砕いてね、で、細かくします。こんな風にね、で、まあ、中のあんは今日タケノコとかネギとか、まあ、人参、生姜、アスパラ、それからまあ椎茸、それがカニですね。まあ、こんなもんで作ります。じゃあまずは、ね、魚にこの衣をねつけますね。まあ、タチウオに軽く塩コショウします。いいかな、もう片面だけでいいかな。やっぱりこれを粉をつけて、本当に立派な太刀はね、小さいのってあんまり美味しくないですね。大きいの美味しいんだけど、大きいの高いんですよ。まあでも食べると全く味が違うぐらい。卵をね、ちょっとつけます。これにリバーをね、つけますね。ではソースを作りますね。まあ、鍋にサラダオイルかタイヤゴマ油をちょっと入れます。塩コショウでね、味を整えます。それから醤油をね、少し入れます。ちょっと今日は和風です。
で、これを水で溶いた片栗粉でね、軽くとろみをつけますね。多少は身が薄いからね、結構早めに上がります。はい、じゃあこれで盛り付けます。はい、出来上がりです。いかがでしたか。すごく簡単で、なんかで、まあ、今日は干し湯葉をね使いましたけど、お茶漬けに入れるブブアラレってことがあるんですね。まあ、あいもつけたり、面白いのはコーンフレークスをつけて投げたりとかね、要するに周りをカリッとこうなってるところに、まあ、あんがねかかってるという、まあ、それだけなんですけど、意外とねタチウオみたい、ああいうタンパクな、ちょっとタンパクに感じるね魚がありますね。ああいう魚に結構合うんですね。ぜひ試してみてください。簡単ですから、はい、今日もありがとうございました。